2023年1月はですね、これプレゼントねお送りさせていただいておりますコラム週3更新やってますので、はい、本日はですね2023年の1月のジャパンメディアの売り上げ発表していきたいなというふうに思います。ということで毎月やってるやつなんですけどもね、今月もやっていきたいなと思います。ではですね先に売り上げの方をパッて見ていきたいなと思いますので見ていきましょう。はい、それではね僕のこの、商品ページのベースからねデータいきたいなと思います。データいって、1ヶ月の売り上げを見ていくとですね、1月の売り上げが出ました。2023年1月はですね756万5330円ということで、皆さんありがとうございました。まあ12月に比べると少し下がってきたっていうのはあるんですけどもね、まあ1月ってあんま可愛いんじゃないですか。だからそれでもね皆さんにいろいろ買っていただいて本当ありがとうございました。特に黒パンとかはもう入荷したらすぐなくなるぐらいね、まあ人気があってね、まあちょっと今月も一応出したはずなんですけど、今日かな出すはずなんですけど、次回が6月まで入荷ないんですよ。でこれ逃しちゃうと次はもう夏前までちょっと入荷はないので、もし欲しい方がいらっしゃったらその方先優先でお願いします。迷ってんねんって方は別に6月までちょっと待っていただいた方がいいかなと思うんですけど、もうどうしてもっていう方はね、この2月24日から今日からね販売開始してると思いますのでよろしくお願いいたします。では次はね順位をいきたいなと思います。今年中にね10位以内トップ10をね狙ってるんですけども、先月は行ったでしょうか。うわー残念、40位ということでトップ10まではねちょっとしんどそうなんですけども、まあでもこのランキング表見てくださいよ。去年の6月ぐらいから25位とかね、35位とかって結構いい感じになってて、それまで去年の3月なんか見てくださいよ、510位とかね話もなるレベルやったんやけども、このトップ10争いのところまでね食い込めそうなところまで来てるんで、まあ、なんとかねして頑張っていけばより皆さんにこう満足していただけるし、プラスより追加発注を工場さんにもかけれるのでね、まあ僕の努力がちょっと足りないのでこうなってるんですけど、これからどんどんね頑張って魅力的な商品とか、素晴らしい商品をね、いろいろ作っていきたいなと思いますのでよろしくお願いいたします。では次はね皆さんからいただいたレビューを見ていきましょう。ではですねこのネックレスですよね、こちらのネックレスの方、50センチを選びました。172センチ75キロがっちり体型で、ピップエレキ板を外してこれをつけて1週間ということで、肩こりもないしキラキラ光ってチラッと見るのがいいなと思いました。45センチの方が上手な品だったかなと思いました。なんか参考になればって言ってるんやけど、別にピップエレキ板みたいな医療的な役割これ全くないですよ。もう何の医療の役割もないし健康にも何にも役に立たないんだけども、ただただこれは装飾品と思って僕はつけてるんですけども、まあ、人によったらねこれピップエレキ板よりこっち効いてるでと思うかもしれんけども、勝手なこと言っていけませんけどもね、そういったことで、まあ僕ちょっと首細いんですけど、首細い人とかやったら45やったらまあこんな感じですね。で次がですねスクエアポーチ、これですよね。これねちょうど今日入荷してるかなと思うんですけども、めちゃくちゃ高い革使ってるんですよ。その工場で一番高い革これ使ってるんですけど、僕のイメージはね結構僕旅行行くので旅先のポーチとかで使ってほしいなと思ったら、この方もねスマホやタブレットの充電器とか、一緒に入れてますっていうことなんで、この使えば使うだけこうツヤ感が出てくるので上品な感じになるんですけどね、まあ長年使っていただけるんじゃないかなと思います。でマウンテンパーカーはね初めに思ったのは硬い重いいい色ということで、人によったらめちゃくちゃ悪口ですけどね、重いやん硬いやんってこれちょっと微妙やなって思うかもしれないけど、逆に振り切ってそれが好きっていう人なんですけど、まあちょっとマニア向けなんでねこのマウンテンパーカーはそういう風に喜んでいただいております。0歳の娘との散歩が楽しめそうですと、娘と同じように大切にマウンテンパーカー育てていこうと思います。思いはありがたいですけども、娘さんの方をもっと大事にしてあげてください。思いはね十分伝わってますのでご安心ください。でポーラテックの方なんですけどもね、ポーラテックのフリースに関しては、まあ、着心地素晴らしくゆったりしていて襟が高いのも気持ちいいですということなんですけども、まあ、もう少しね袖口のパイピングの着圧が弱くねしてもらった方がいいんじゃないかなと、ちょっとこうきついっていう感じがするんですっていうことなんで、あ確かにそれもね人によったらあるかもしれないんで、ここのパイピングの緩さぐらいだったら多少は変更はできるんですけど、まあ、今のところもうちょっと様子見てみようかなと思いますので、参考になる意見ありがとうございました。で次がねエクアックスと似てるかなと思いますが、ポーラテックでもこんなに違うのかと驚くほどふわふわして最高ですということでね、まあ、素材が違うとやっぱ若干っていうかねだいぶ変わってくるかなと思うんですけど、喜んでいただいてよかったです。次はボディバッグでね、品質はとてもいいですと、自分は小さなのが好みで今の半分ぐらいの容量で OK なんで、最低限スマホ財布鍵が入るサイズで登場させてくださいということで、ちょっとそれ作れるかどうかわからないんですけども、イメージ的にはこれにショルダーついてるような感じなんかな、ほんまこの程度って感じですよね大きさ的には。ちょっとできるかどうかわかんないですけど、ありがとうございます。次はね58歳の男性です。革もノーセンスもブームになる前から知ってるバブル世代ですということでね、ちょっとバブルの人からしたらシンプルすぎるかもしれない、もっとギラギラした紫とかのギラギラした方がいいかもしれないけども、まあ、この方は一周回ってねシンプルな方がいいんですよ。最高です、タコトさんありがとうということでね、ありがとうございました。で次パーカーですね、本日パーカー届きました。今まで着ていたハイ
ブランドのパーカーやその他のパーカーより比べ物にならないぐらい素晴らしいパーカーでしたということでね、喜んでいただけて嬉しいです。ただこれ以上厚みほんまは出したいんですけど、あれ結構バズでしょ、あれ以上出しちゃうともう洗濯乾かないんですよね。で洗濯乾かへんねっていうのがそうと、あと釣り網機の網がもしかして重すぎてできひんかもしれんって言われて、まああれを一応限度にね一番分厚くしてるんですけども、まあ喜んでいただけて嬉しいです。で次はね財布ですね。タクトさん、嫁蔵さん、本日受け取りました、ありがとうございます。革の風合いを変化を楽しみにしたいなと思いますということで、岩手はバルトロシーズン真っ只中ですよ、1月6日ですね、これからも応援しますということでありがとうございます。まあこんな感じでね皆さんからお声いただいて、もう早速ねこの時計ですよね、これねあの栃木レザーで作っているあのレザー時計なんですけど、もう十何名の方からね連絡いて、もう7枚貯まりましたよということで、これプレゼントねお送りさせていただいております。まだ連絡してないよって方はねいつでも連絡ください。無料で僕の方からステッカー7枚集まったらねお渡ししてますので、Gmail の方にいただけたらなと思います。まあ僕からの気持ちというか、いつもありがとうございますっていう気持ちをね、普段動画ではこうやってありがとうございますって言ってるけども、まあちょっと物でもね返していけたらいいかなと思ってね作らせていただきました。でちなみにこれ7枚貯まったらこれないけど、次ね20枚貯まったらもう1個作ってるんですよ。でもう1個言うと30枚貯まったらもうワンランク上のやつも作ってるんですよ。だから時計じゃないですよ、また全然違うもんないけども実は作ってたりするので、まあそれはそれでねまた楽しみにしていただければなと思いますので、そんなことでプレゼントもありますと。で来月なんですけど、3月の21日って皆さん知ってました？スーパー転写日って言って、この2023年一番の縁起のいい日っていうのが321の日に来るんですよ。確か祝日かなんかなんだけども、その時に新しい例えば靴履くとか、新しいリュック背負うとか、新しい財布使い出すってめちゃくちゃ縁起いいらしいんですよね。ただ僕全くそういうの信じひんねんけども、そういうの信じる方っていらっしゃるじゃないですか。僕の夢とかめっちゃ信じるんやけども、もう嫁に言われました、ねえねえ3月21日スーパー転写日だからなんかいいことあるかもしれないよって言われたんですけど、もしそういうのが好きな方とかやったら使い始めるのとかはね、3月21日から使い始めるとなんかめちゃくちゃ縁起のいいことが起きるかもしれないと思っていただければいいかなと思うんですけど、まあ、とにかく今年は3月21が一番、もう321が一番いいらしいので、まあ、間違って123いたらダメですよ。123はあれはお金がなくなる場所ですからね、あれは楽しむ程度やったらいいんやけども、全財産突っ込んでいって縁起いいから勝てるってパチンコ行っても負けますのでね、皆さん気をつけてくださいというところで、123でございません、321です。3月21日ということでよろしくお願いします。でいろいろね新作とかについても、今こうやって着てるシャツとかもそうなんですけど、この辺ねカラー違い何個かあるんやけども、これもねコラムでガンガン発表していってるし、いつ販売するとか数量少ないんですとかっていうのもどんどん発表してるので、下の方からねコラム週3更新やってますので、ぜひぜひ読んでみてください。極力読みやすいようにね、ちょっとふざけた感じというか、ちょっと明るいポップな感じでやってるので、仕事終わった後とかにね夜寝る前とかにパーツチェックしてもらったら、週3回更新されてるから結構な頻度で更新されてるとは思うんですけども、またまた見ていただければなと思います。ということでね、どうやったらね皆さんが楽しんでもらえるかっていうのは、僕いきなりパーって作っても面白いんやけど、その作っていく過程とかもねやっぱり皆さんに見ていただきたいし、あとはやっぱりいっぱい買ってもらってる方にこういう風な感じでねプレゼントとかでこう還元できたらいいかなと思ってるので、まあその辺はね継続してこれからもいろいろ考えていきたいなと思ってます。ちなみに今月もいろいろ支払いしましたよ。もうそれは金額もバンとここに載せてますけども、もう僕なんぼ使ったかわからへんっていうぐらい、もう支払いもやっぱり日本の工場さんにいろいろさせてもらってるので、これはほんま皆さんのおかげでね、今月じゃあ700万ありました、すごい売れてますね、儲かってますねって言ってくれる方いらっしゃるけど、儲かっておりません。これ見たら分かる通り工場の方にいろいろお金いっておりますのでね、まあそうやって経済って回っておりますので、まあこれからも頑張っていきたいなということで、本日はですね2023年の1月の売り上げを発表してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。タクゾーのメンバーシップの方を募集しております。先行動画が見れて限定動画もやっちゃってます。そして飲み会があったりとか、カレンダーを毎月プレゼントしておりますので、僕と同じカレンダーにしていきましょう。そしてお名前のスポンサー、そして記念品をプレゼントさせてもらっているので、下記の方法からメンバーシップお待ちしてます。